スターダム 大阪ビッグマッチ、いよいよセミファイナルとなります。スターダムの白いベルトことワンダーオブスターダム、その選手権試合、チャレンジャーとしてチャンピオンに逆指名されました、大江戸対ブラックピーチ渡辺桃。大江戸対に入る前、そのさらに前、スターダムトゥルーハート時代、白いベルトのチャンピオンになり最年少記録を更新、そしてその後最多連続防衛記録を更新した、まさに白いベルトのレジェンド、歴史に名を刻んだ渡辺桃。もう一度